2006年5月5日の青柏祭り青、柏祭りは石川県七尾市の大地主神社で毎年5月1日から5日まで開催される例大祭である。石崎笹ぐ棟祭、七尾祇園祭、七尾港祭りと共に七尾尾尾祭りの一つである。なおこの祭礼は国の重要無形民族文化財に指定されているほか、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。 青柏祭りの由来は、新鮮を青柏の葉に持って備えることからと言われている。府中町、菓子町、魚町三町の山町から、それぞれ、デカ、山と言われ、冗談に、歌舞伎の名場面をしつらた出車が三代奉納される。デカ山の名前の由来は、出車が大きく、大きいことをこの地方では、デカいというためである。祭礼中は巨大な、 デカさんが狭い道を立ち並ぶ、家の軒や電信柱ギリギリをかすめながら引かれ、辻回しでは私たちが古来から伝わる方法を用い、見事に回る。また一般観光客が直線部並びに、辻回しの際に綱を引いて参加できる。5月2日には、デカ、山に乗せる人形の、人形見が各地域の家庭や公民館で行われる。1990年より祭礼を取り行う。 人手確保と観光客誘致のため、これまでより10日早め、ゴールデンウィーク中の現在の日程となった。1983年1月11日に、青柏祭りの引山行事という名称で、国の重要向け民族文化財に指定された。また、2016年10月には、18府県33県の山、保屋台行事の中の一県として、 ユネスコの無形文解散に登録勧告され、同年12月1日に登録された。2020年4月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、この年の引き山行事の中止が決定した。981年、能登国国主の源の順が、能登国の祭りと定めたのが始まりと言われているが、出しが現在のようになったのは、 室町時代後期に、能登国守護であった、畠山義宗の知性において行われたのが、起源という説もあり、起源は明確ではない。古くは、4月の猿の日に開催されていた。この猿の日に行われることには、理由があり、その昔、七尾の三能神社に、毎年一人の美しい娘を人心獄として、差し出す習慣があった。ある年に、白羽の矢が立った家の矢主が、 娘の命を助けたいと思い、深夜に社殿に忍び込んでみたところ、猿が娘を食う、祭りの日が近づいたが、越後の主権は、俺がここにいることを何も知るまい、と呟いていた。そこで、娘の父親は、主権という名を頼りに急いで、越後へ向かい、主権に助けを求めた。主権は、全身真っ白な毛の狼だった。その狼の話によると、 昔三匹の猿が他国から越後に来て人々に害を与えたため主権が二匹まで噛み殺したが一匹を逃がしてしまい行方はわからなかったその一匹が野登に隠れていたと知った主権は娘の父親を背中に乗せ海の上を鳥のように飛んで七尾へ到着祭りの日娘の身代わりになって空つに入り神前に備えられたその夜暴風雨であれ 両者の格闘する壮絶な物音が聞こえた。翌朝、人々が行ってみると、両者は、相打ちで冷たいむくろとなり倒れていた。人々は、死刑を手厚く葬り、また、猿のたたりを恐れて、三代の出汁を奉納することになった、ということである。千年以上、続くお祭りというのが、町の誇りである。三郎神社に集まる青柏祭りの、でか、 山三台の出汁の形は、末広型とも北前船を模したものとも言われ、出汁の高さ約12メートル、上部の開き約13メートル、幅、上部約4.5メートル、下部約3.6メートル、車輪の直径約1.9メートル、幅約0.6メートル、総重量、約20トンの船型の出汁で、出汁としては、日本最大級、体積、重量では、日本一である。 組み立てはまず大きな車輪から、舞台部分まで木枠の骨組みを組み、そこに、船型になるよう前後には丸太を斜めに立て、大木に、多くの竹を用い五番の目に組み立てていく。また舞台裏も、丸太と竹で五番の目に組み立てる。ここまでを地山作りという。その後、出し全体の外装に150枚ものむしろで、覆い、そこに何枚もの膜を重ねるように折っていく。 ま、ただ自然後の外側には、木り衆が乗る木り台も据えられる。なお組み立てには、釘や、カスがいなどは使用せず、藤を編んだ藤鶴と藁縄を用いる、藤絡みという技法を用いる。これにより出しが揺れて、歪みを吸収する、柔ら構造となっている。一台で700メートルもの藤鶴が必要で、現代では藤鶴を手に入れるのは困難になってきており、一部の出しは、 ナイロンロープを使用している。組み立てられたデカ山の上段正面部隊には、毎年題材を変え、御殿や城、神社仏閣など歌舞伎の場面に合わせ立体的に作られ、そこに何体もの登場人物の人形の体と頭を作り、着付けをし飾る。この大きな山は誰でも引くことができるのも大きな特徴である。デカ、山からは三本の綱が繋がれており、 山の直前は、地元の若手が、その前方に観光客や子供たちなどが繋がる。デカ山は、木あり州が引き出し歌を歌い終えると、前手子が外されゆっくりと動き出すが、直線区間では、次第に早く小走りぐらいのスピードとなり、デカ山が、家の抜きや電信柱をかすめ迫るようにようにように進む。若干の軌道修正は、中手子や脇手子を持ち、50センチメートルほど横滑りをさせる。 また辻回しも誰でも綱を引くことができ、大きな山を回すことができる。辻回しは街角で、大きく重たいでか、山を人力で回す昔の人たちの英知が詰まった技であり、祭礼中は、くでこれを繰り返すが、若手の心意気と狭い角をダイナミックに一気に回す、迫力に簡単な声と拍手が起こる、見せ場の一つである。 なお四つ角と T 字路では回し方の方法が違う。四つ角に進んできたデカ山は交差点内ほぼいっぱい、デカ山の約半分が顔を出している状態で止め、デカ山の前方に長さ約7メートルの太く硬い菓子の木のお手甲を斜めに差し込み、下に木馬をかまし、ここに多くの若手が隙間なく座り木やりに合わせて揺らす。 すると、大手子が水平になって行きそれとともに出か、山前方が浮く。そこに、直径1メートルの軸車を車軸に進行方向に、大使直角に差し込み大手子を抜き、観光客も加わり綱を引き90度回転させる。その後もう一度大手子を差し込み、軸車を外すため同じ作業を繰り返し辻回しが完了する。T 字路でも、 四つ角と同じように止めるが、のように山が進んでくると7メートルもある大手子が使用できないため、競り上げという方法を用いる。これは、バチテコという三角の大きな木材に前輪を押し上げ、同じように軸車を差し込みバチテコの上に乗せたまま綱を引き90度を回転させる。回転後は、四つ角の場合と同じ作業で軸車を外す。でか山の上で、キアリシューが歌う。 キアリ歌の種類は5種類あり、歌数は多く、拡張内固有のものもある。歌はめでたいものが多いが、座教的な、卑猥なものも含まれる。キアリ州は4月からの練習で喉を一度潰し、黒豆の砂糖湯で癒しながら、本祭で声が枯れないようにする。祭礼では、拡張揃いの浴衣に、白旅、ゾウ姿のキアリ州後、6人が前方のキアリ台に乗り込み、 センスや五色紙彩りを振りながら、木槍を歌い温度をとる。また木槍台での並びには、決まりがあり、真ん中が一番の若手、両端を、ベテランで固める。なお、右端を高段、左端を下段という。青、柏祭で歩行者専用となった石川県道132号、七尾高線。ありがとうございます。